在外交換は国が他国との外交や自国民の保護、他国民への詐称業務の提供のために他国内へ設置した施設の日本法令上の名称である施設団の交換という外交関係に関するウィーン条約の規定により大使館の敷地は設置した国の管轄権が適用され設置国は原則として管轄権を行使できない総領事館は 大使館に準じる特権、免除を受ける。日本の在外交館は、外務省に所属し、世界各地に存在する、大使館、総領事館、政府代表部、日本政府在外事務所の総称である。なお、在外交館の出先機関として、領事事務所と献金中在館事務所がある。外交を行う上での重要な拠点であり、2019年1月1日の時点で、 世界各地に226カ所存在する。そのうち15カ所はアメリカ合衆国内にある。在イギリス大使館商材は日本の在外交換の一覧を参照在外交換の内部は所掌事務に応じて総務班、政務班、経済班、広報文化班、領事班、会計班、通信班等に分かれ、それぞれの班長には公師一等書記官が就任する。 一部の大規模交換は、藩ではなく、部を置いているところもある。に港事件で焼け落ちた在ニコライフスク領事館2012年の中国における反日活動で襲撃された日本領事館に、港事件赤軍に襲撃され数百名の居留民が、虐殺され領事館も焼け落ちる。在ペルー日本大使、皇帝選挙事件日本大使皇帝での天皇誕生日パーティー時に、武装組織、 ドゥパクアマル革命運動に選挙籠城され、ペリューの警官隊突入により解決するまで4ヶ月以上かかった。今春事件中国人を主とする馬族により、日本総領事館が焼き打ちに遭い、20名が殺害される。新洋総領事館北朝鮮人亡命者、駆け込み受験亡命者、いわゆる脱北者が亡命を図り、両名省新洋市の日本国総領事館に、 駆け込んだが、中華人民共和国の警察が領事館内に立ち入り、亡命希望者を引きずり出した事件。人後自変理市朝鮮国王に対する反乱軍によるクーデター時に襲撃され公使館が焼き討ちに、相対使官員多数が殉職。住物、裏条約により解決。後進自変理市朝鮮に対する反乱軍によるクーデターが失敗した際、政府軍に、 公使館が焼き討ちに会いたい市会員、在留日本人多数が殺害。反寸条約により解決。観光事件国民革命軍の武漢攻略の際、共産党の暴略により煽られた暴民に、日本疎開、領事館が襲撃される。南京事件南京を占領した、小海石の北伐軍や暴動化した住民らによって、各国領事館と共に襲撃された数が死傷。婦女は暴行。 呂辱される。義和団の乱獲国公使館ともども襲撃され、八カ国連合軍により救助される。北京議定書により解決。南京総領事館独守事件祝賀会に出された、老種に毒が混入され、来客らの介護に当たった若い総領事館員2名が自らは手遅れとなり死亡。観光法人巡査射殺事件領事関係後中の巡査が射殺される。 上海総領事館員自殺事件、ハニートラップにかかった総領事館員が総領事館の人員、システム情報等を中国から要求され、機密保持のために自殺する。2005年の中国における反日活動反日暴徒により、上海市の在上海日本国総領事館に対して、陶石やペンキや卵が投げ込まれた。2012年の中国における 反日活動反日ボートによって、日本国総領事館への投石、ペンキの投げ付けなどが行われた。靖国神社、日本大使館放火事件朝鮮系中国人によって、靖国神社と在外官民国日本国大使館が放火された。ありがとうございます。